これがどう変化していくのか。はい、こちらかなりいぶされた感じの色に変化してきています。いつもご覧いただきありがとうございます。将棋の時計店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画はエイジング時計の魅力、こちらについてお話をしていきたいと思います。新品、まあ、買った当初からちょっとずつエイジングしていく、このエイジングウォッチ、まあ、銀無垢とかですね、ブロンズなど今はたくさんありますけれども、そちらの魅力について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。将棋堂時計店日曜日勉強会。はい、今回はエイジング時計の魅力についてお話をしていきたいと思います。まあ、通常ほとんど変化のないこういったステンレスの時計と違ってですね、ブロンズとか、銀無垢など、まあ、エイジングする素材というのは育てる楽しみがあるということです。はい、まあ、購入当初最初はですね、全然違った、まあ、こうローズ、ブロンズで言えばローズゴールド、銀無垢で言えば白い輝きなんかの色合いなんですけれども、まあ、こう数年も使うほどに、知らず知らずのうちに違った印象に進化していく、まあ、あの変化、悪く言えば劣化なんですけれども、その劣化、まあ、劣化を悪く取らずにエイジングと、ちょっと熟練されていくようなイメージで取っていただくと分かりやすいかと思うんですが、この何十年も前から存在するような、アンティークのような風合いに育てていける楽しみがあるエイジングウォッチなんですけれども、まあ、どのような感じで変化していくのかというのをですね、実際に時計を交えながらお見せしていきたいと思います。はい、それでは早速物の方を見ていきましょう。それではエイジングした時計がどうなっていくのか、こちらまず新品の銀無垢の懐中時計となります。新品ではこんなに白く独特な輝きが特徴的なんですけれども、これがどう変化していくのか、別の時計のエイジングしたものをお見せしようと思います。まず、数ヶ月作ったもの、まあ、このような感じ、そんなに変色っていうのはないんですけれども、ちょっと黄色がかったような感じで徐々に変化していっています。ではこれが数年使ったものになるとどうなるか、数年と言いますか数十年ですね。はい、こちらかなりいぶされた感じの色に変化してきています。まあ、このへこみなんかも面白いですね。こちらはシルバー800なんですけれども、まあ、このような感じに銀無垢もエイジングを楽しむことができます。はい、もう一方ですね、ブロンズの時計をお見せしたいと思います。こちらがブロンズの時計、はい、将棋堂オリジナルウォッチなんですけれども、他にもシュトゥルマンスキーやオリスなどたくさんブロンズ時計はあるんですが、このように鈍い色になってきます。とまあまあこの色だけ見てしまうとですね、何が鈍いのかよく分かりづらいと思うので、新品がどういう状態なのかお見せしたいと思います。新品はこのような感じ、はい、ローズゴールドが美しい。こちらが使っていくほどにこのように変化していくのです。はい、もう本当にあのヴィンテージウォッチのような感じで渋い風合いへと変化していくのが特徴です。いかがでしたでしょうか。あのように、まあ、エイジングというのはですね、行われていきますので、まあ、新品当初、買った当初からですね、全然違う顔へと進化していきます。まあ、ここで覚えておきたいのが、ある程度のエイジングというものは元に戻すことができます。まあ、あくまでもある程度なので、へこみなんかは戻すことができないということと、細いところに入った、まあ、エイジングというのはですね、かなり復活は難しいかなと思います。まあ、このそれぞれに対応した薬剤とかですね、まあ、そういった成分を含んだクロスなんかあるんですけれども、ある程度までは元の色に戻すことができます。まあ、この重曹とか、歯磨き粉を使って、まあ、よく銀無垢素材なんかも歯磨き粉を使ってこすると、元の色に戻るなんて言いますけれども、やっぱりこう注意したいところが磨き残し、ちゃんと取れてないとやっぱりもうおかし余計変な劣化を招く原因となりますので、まあ、そういったことを回避するように、まあ、銀専用の磨きクロスなんていうのも販売されていたりします。そういったところで磨き残しもなくきちんと拭けるものも最近では揃ってますので、まあ、このエイジングしてアンティーク感があるような状態を楽しみたい、または新品状態に戻し維持したいなんて方も、この両方が楽しめるのがこういうエイジング時計の魅力と言えます。
はい、あとはですね、まあ、この薬剤なんかはきちんとした知識を入れた上で、正しい手順で行ってください。間違うと逆に取り返しのつかないことになってしまうかもしれませんので気をつけてください。またですね、あとわざとエイジングさせるという方法もあります。こちら僕が今使っていた時計なんですけれども、この時計なんかは、まあ、かなり進化している、本当に何年間も使ってきたかのようになっているんですけれども、実はこれ1年も経っていないんです。僕がやったことは綿棒に塩水を染み込ませて塗って放置するということを繰り返しました。それだけでこんなに立派な、まあ、6章なんてのも出たりしてるんですけれども、そういった感じのエイジングも楽しむことができますので、まあ、このやり方、まあ、やりすぎてしまうとですね、かなりヴィンテージ感が出るとは言いましたけれども、文字盤は新品やのに、外装だけが劣化してしまったような感じになってしまうとかなりアンバランスになりますので、まあ、そのあたりはやっぱりやりすぎないように徐々に行っていただければと思います。はい、まあ、違和感が出ないようにぜひエイジングも楽しんでいただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。また先日エポスの懐中時計 2166R をお買い上げのお客様ありがとうございました。スタンドはついてまして、このスタンドを押すと裏蓋が開き、まあ、卓上の時計としても使えるこの 2166R、まあ、いつもデスクの上なんかに置いていくと結構ノスタルジックな印象も味わわせてくれますし、やっぱり誤振動の緩やかなロービートも聞かせてくれるので楽しんでいただける時計だと思います。はい、ぜひこちらの方は詳しくページをご覧いただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。こちらの動画が参考になりましたら高評価だったりチャンネル登録コメントもどしどしお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。